ポロワールドカップ優勝なるかどうか。そうですね、次に飛ぶって、おっと、これは何が、伊藤大輝が危ない、大丈夫でしょうか。伊藤大輝が今非常にこう心配なことが起きました。うまくスムーズに進むことができませんでした。おっと、非常にこうジャンプにしては珍しいことが起きましたが、原田さん、スタートゲートがですね、まあ、雪が降ってるために滑ってしまったでしょうかね。日本の横川ヘッドコーチも非常に心配そうに見つめてます。ゲートからその何かこうずり落ちてしまったんですかね。はい、これはこの後どうなっていくんでしょうか。ちょっと危なかったですね、これこのまま滑り続けるとね、ジャンプ台から落ちてしまうので、はい、ですからよ止まってよかったですね。手で滑ってしまったんですね。まあ、特に今シーズンは右膝を痛めてようやく復調してきたところですから、そういったところでもちょっとそうですね、足ですね、やっぱりこう止めようとしたんですけども、そこにも踏ん張りが効かなかったんですね。非常にどうでしょうか、これはもう一度ということになるんでしょうか。